チェキラトムでジュンです。今回も クイモカズステファニーウェルス e スポーツインディアというわけでクライムウォーカーズの対戦やっていきましょう。右はちょっとねまたリニューアル入りまして、まあとりあえずねというか、まあ、5人同士の両方のアタックがね見えるような形で表示してきました。この辺ちょっとねまだアカネちゃんといろいろ調整中なのでまた形変わるかもしれませんが、かなり完成形に近づいてきましたねっていうところで早速やっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきましょう。ストドラからスーパードラゴンですね。ウォールブレイカー入ってスニークゴブリンでタウンホールまで見ていくような形と、はい、まあ、これに近い配置がね以前もスタドラ同じような形でタウンホールをスニークゴブで取ってスーパードラゴンっていう形でね前回取ってたんでね、2回ぐらい同じような配置を同じ形で取ってたような気がするんで、しっかりとスニーゴブインビジブル決めていって、で逆サイドサイドカットしてるんですけど、これねヒーローをねタウンホール壊した側貫くんですよ。これうまいですね。タウンホールのバックは受けないように時間使ってあげてヒーローサイドカット、これスーパードラゴン使ってボマー展開、タウンホールがないところでねボックス陣に対してこういう形でスニーゴブも使えば取ることができると、レイジレイジと。まあ、タウンホールがね今回の場合周りに資源系の施設がほぼないっていうところでスニゴブの通りがめちゃくちゃ良かったですね。クロスボウも結構運よくいいタイミングで外れてくれたのでクイーンの方フリーズ打つこと必要なしと。さあ中心貫くようなオールレイジスーパードラゴンに対してねレイジを打っていきつつフリーズをエアスイーパーイーグル固め、まあ、シングルもねいい感じに止めていければっていうところでしたかね。さあただもう呪文は全て打ち切っているので、あとはヒーローとスーパードラゴンとあとはロイヤルチャンピオンどこに使うとかってところなんですけど、キングがいい感じに壁破いてくれましたね。さあ最終区画どうだろうね。マルチ右側二次サイドにスーパードラゴンがかなり流れてしまいました。スーパードラゴンがどこまで伸びるかっていうところなんですけど、キングがいるのでなかなかあのマルチにはねロイヤルチャンピオン差しづらいですね。なのでこのフィストに乗ったキングが合わせて、ロイヤルチャンピオン追加したんですけど、これ強いな、キング。圧倒的。巨大爆弾とかもなかったのかな。さあ、ロイちゃんと当たるとこにはしっかりポイズンも置かれつつ、あとはヒーローで回収していくような形。まあ、さすがにね、オーデンのライフオーラ外れつつ、スーパードラゴン回収回ってしまったので、そっちの方は伸びることはできなかったんですが、微妙なラインですね。さあブーメラン放っていってクロスを2人で追っていく。さあキングに対してクローク合わすことができればマルチも問題なく突破できそうなんですけど、おや？さあロイヤルチャンピオンがキングを無視して先にマルチを折り切る。ガーサス、なんということでしょう。キングは無視されましたね。悲しい。いつの世もねお姫様の方が強いのですよ。王は尻に引かれていますね。さあスーパードラゴンで合わせているんですが、今回インビジブルが5枚というところで、ただクローンがないのでまあトッツリズを合わせていく感じかな。レジェンドリーグでもたまにいますよね、スーパードラゴン。まあドラゴン系にトッツリズ合わせてこうやってヒーローとか本体部隊に合わせて打ってくるトッツリズタイプ結構ありますよね。さあクイーン捕まって結構 HP 落とせたんですが、これはもう一度回復してしまいそうですね。さあこれはなるほどね、タグ周りが結構強そうですね。さあインビジブル、おや、ああなるほど、罠解除用のものがいくつか入ってからの突撃艦ウィザードってか、おっとタウンホール隠して動かしていきます。チャラいな、チャラい突インビジやってますね。さあこれタウンホールまで突されたら強いな、強い。投石2機とシングルとタウンホールまではね流れで折られていきましたね。かなり強い突撃艦になりましたね。突ウィズ強い、まあ、初手突ウィズばっか対策されちゃうんですけど、こういう流れで打つ突ウィズもめちゃくちゃ強いですよね。今の非常にいい形で入りましたね。さあクイーンがクローク残してクロス担当し、そう微妙なライン。さあ9時サイドアーチャータワーとテスラなんですけど、テスラが巻き込まれて壊れていく。さあラバハウンド弾け飛んでいきますが、アーチャータワーが残るかどうかの勝負ですかね。これはフリーズあるのか、微妙なライン。おっとスーパードラゴン一体落とせましたが、めちゃくちゃ硬いなあのスーパードラゴン。一生アーチャータワーが打ち続けてるんですけど、それも足りずにアーチャータワー折られきりますね。惜しいな、なんだかんだ。おおトルネード、うわー
おわー、めちゃくちゃすごい罠が最終的に出たんですが、アーチャーターと大砲どっちかが残っ、いや、どっちかじゃダメだ。どっちもちょっとギリギリ残ってくれればワンチャン潰せた感はあったんですけど、ホーミングが先に出たらね、アーチャーター残ってたし、最後罠がちょっと運悪いというか、あんまり噛み合わない罠になっちゃいましたね。まあただフリーズ1枚余ってるからね。まあまあまあ、スタドラとはまた変わった形のスーパードラゴンでしたが、レジェンドリーグとかではね、よく見る形かな。スーパーアーチャー入れてる人もいますよね。クローンと、うん。さあ、二人目がクー、ディガホグ。懐かしいですね。ダークディガホグ。さあ、援軍がかなり、グランジョ外寄りに置かれているのでというところ。ちなみにこの配置は僕がずっと使ってた配置ですね。かなり使ってましたねこの配置。さあヒーラー1体しか出てないんですが、おお、クイーンがどっちに行くのか動きを確定するまで待つ感じかな。右そうだけど、めちゃめちゃもう右ですね。さあヒーオレイジ気づいてない？おお、なんでこんな火力持ってかれるんだみたいな感じのレイジに見えたんですけど、普段なら絶対レイジいらないとこだったんでね、ヒーラー出し忘れに気づいてなさそうでしたね。さあタウンホール見抜いていきつつヒーラー撃たれます。インビジブル。さあ逆サイドキングトーカー置いてリガホグセットと、うん、さあヒーラー耐えてほしい。マルチはなんとか乗り越えていく。さあヒール打ちつつ中心フリーズからのレイジなんですけど、どうでしょう。キワイクイーン黒食ってるからな。あー耐えろ。ギリギリの HP で戦っている。あーそれはさすがにきつい。トルネホーミングがさすがにきつい。さあディガホグの方も穴開けしてキング伸ばしてますね。キング外周部走らせていきつつ、ヒーラーここで潰れてしまう。リクスケが鬼だ。さあ遅れてきた10日兵舎からのホグと合流してラストフリーズ1枚というところ。裏からベビドラバルーンでクリサイドカット入れてますね。うまい。さあペッカまだ生き残っていって大量のウィザードがいます。わあ、時間は1分。これは間に合いそうですね。押せそう。ユニットの量が多い。投石さえ突破してしまえばってとこなんですけど、そこに対してはフリーズもあるし、これユニコーンロイちゃんについてるのでなかなか落ちないですね。能力持って回ってきて、さあブーメランかな、打たない。さあ残り防衛説が4施設、フリーズで固めていって対空はあんまり関係ないというところで、ここでブーメランガーサスだ。結果かなりのユニット残りましたね。クローク残ってればね、もう一伸びできたかもね。さあ相手2人目。お、またスーパードラゴンで、おお同じ編成ですね。今回もインビジブルが入った形ですが、確かに今回もさっきと同じように突撃艦が通ればタウンホールシングルクロス投石2機あたりが突撃決まりそうなんですけど、どうでしょうっていう区画。さあただヒーローパートから始めてますね。対空狙いかな。キング穴開けさせつつ対空、おお一気に来た。対空砲が折れたのを見て一瞬でスーパードラゴン展開。キングが穴開けてくれたのでクイーンもそちらの方へという形。面白い。ストライカー持ってきたら強そうだったね。まあスーパードラゴンってバック数かさむから結構こういう補助ユニット使えないよね。さあ通るか。突撃艦は届いていって落ちていきました。今回も罠解除ユニットから落ちていってインビジブル突撃艦と赤枠。さあただこれは大脱走してますね。大脱走。しかもトルネも引っかかって全部消えたもんね。あれ左上にトルネードと大脱走始まったのでタウンホールが残りましたね。こうなるとしんどい。どうだ？流れたスーパードラゴンが結構
強そうなんですけど、タンはさすがにマルチもあるしね。おいちゃんいて、流れたスーパードラゴン、あーちょっとユニコーンついてない、スーパードラゴンにインチキすぎん。さあフリーズ、ロイヤルチャンピオン差し込み、もうワンフリーズ。スーパードラゴンが強い。両サイドち、嘘でしょこれ。ワンチャンある。さあインビジブルはロイちゃん使っていって、いや強すぎるて。てかユニコーンついたスーパードラゴンが一生死なないんですけど、一生死なんて、そんなことされたら。さあユニコーンがついたスーパードラゴンが一生死にません。さあギリギリマルチ IT が残ってるんですけど、ホーミングまずユニヒットしていきつつ、これでロイちゃんも触るな。落ちて、これなんかホーミング来た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 、おお、うーわ惜しい。てか今のいけんの、マジ今のいけんのダメでしょ。今のいけんのはダメだよさすがにね。さあ本家とツイズラバルということで、おっさん見ていきましょう。さすがにいかんやろ今のは。さあラバからの突撃艦、タンホールマルチ IT 狙い、援軍も釣れると強い。おホミング、ホミングちゃうわ、トルネード。さあこれはうん、タンホール隠すようなインビジブルはかけず、タンホールは処理していくような。あーでも反射で壊れたねマルチ。まあまあまあ、クロス降りたかったと思うんですけど、まあ問題なし。狙ってたタンホールしっかり降りることができましたと。ポイズン2時あたりね、ガーゴイルとか出してあげると来ましたね。ソラスケのガーゴイルをしっかり呼び寄せておって、これもポイズンで一緒に処理してあげると。さあ、クイーンはこれは、左に向かしたいイメージなのかな。ノーカットで左に向かいそうですね。さあなんてあのクラス残ってるので、左、あ外れた。さあアイゴレキング、アイゴレ入ってウォールブレーカーもう1枚、クイーンの方に被弾が入ってるんですけど、そろそろインブかなんか打つかな。これは流れていく。さあフィストでさっき走らせそうだけど、そんなことはなかった。そんなことあった、どっか行った。帰ってきてクロスは折れそうですね。クロックもあるので、ラバルはおおすごい動いた。10時からスタート、もう1分20秒あれば間に合いますねこれは。さあロイヤルチャンピオン生きてるうちに展開して、ロイちゃんも巻き込むようなトーム打っていきたいと思うんですが、オイラはちょっとマルチの方はバルーンが落ち始めてますが、ここでトーム、ロイちゃんが頑張るしかないですね。さあロイちゃんブーメラン、シングルではなくマルチなんでね、ロイヤルチャンピオンは潰れないと。さあしっかりと投石機の方もトームのかかったバルーンで突破していって、ラストヘイストかけてフィニッシュ。フリーズ4発余り、あらあら。さあ裏にガンガン打って終了ですね。ナイスフリーズ。さあキング固めで行くしかないですかね。強い。これはもう突決まった時点でもうホッサンの形が出来上がってましたね。ラストクラムチを回収してフィニッシュガーサス。時間も若干ですが勝ってるんですね今。あさあスーパーボーラーオデヒースタート。逆サイドにはフレームシューターが飛んできました。バルーンがちょんちょんと出てきたんですけど、うん、テスラかなんかのあれなんですかねこれ。別にターゲット受けないですけどね。対空砲もあるんで、ね、それやるならホグとかの方がビッグスケ出てほしくなかったのかな。むしろチェックするために出すべきな気がするけど、まあいいや。
さあこれでオデヒートフレームシューターの両サイドカットをしていくってイメージですかね。はい、でさあクイーンとぶつかっていくところオデヒにレイジでクイーン処理をして、これマルチとかまで見てたりすんの？だいぶ長い道のりな気がするんですけど、余計なもの打ちまくるよねこの後。ゆずっとそうだよね、さすがに見ないで。はい、これ展開キングも内側走らせていくイメージですかね。あ、迫撃砲にフレームシューターが捕まっていきます。さあどうなんだ、これは穴が開いている、流れるかギリギリですが戻っていく。さあ中心、これはおお、バウンドダメージで壁も開いたし、なんなら投石も折れたし、ここはトム、あーキング外れていく、もったいないですね今の。完全にトムスポットを逃していって、さあフレームシューター割ることができて、外周流れたネクロ、イエティもこれでバネで飛ばしていって、熱い。さあ終点奥にジャンプ打ってきたんですけど、クロス4機が重いか。さあヒーラーがこれ赤爆連打で溶けていく、タウンポイズンと赤爆によってヒーラー溶けたので、さすがにきついかと思われたが、さあクロークで最後の粘りを見せていきますが、どうでしょう、ロイヤルチャンピオンがどれほど生きるかってところですね。6時8時面にテスラがババッと生えているので、これは伸びなそうかな、呪文も切れたし。さあこれでようやく防衛ができそうですね。さあヒーラーがスライドしてきましたが、さすがにこれは届かないでしょう。クロスが強いね。貫通されたらやばかったところなんですけど、まあやはりタウンポイズン、こういうところでね効いてくるよね。タウンホールのポイズン非常に強い。ないわ。さあパーセントもかなり抑えられそうというところで、大きなリードですね。どうなんだろうね、スーパーポーラーも結構フレームシューター型最近見るようになりましたね。さあクラウス、クイヒーライダー、はいはいはい、これ以前ねクラウスがクイヒードラゴンライダーで前回取ってる配置なんで、もう一回クラウスが攻めることになったんですが、どうでしょうか。全く違う方からスタートしてきました。結構ねクイーンウォーカーズが取ったことある配置を出してくるクランが多いんですけど、なんか変えてたりするのかな。たまに変えてなんか罠誘ってはめようとしようとするね、そういう人たちもいるんですけど、ハマってるのを見たことがないんだよね。どっちかっていうとクイーンウォーカーズがこけた配置がもう一回来てもう一回こけることの方が見る気がする。さあキングしっかり仕事しきって、これウッドランチャーセットしてるけど、このままウッドラン、あ、ウォルベがないね。ウッドランチャーだね、じゃあ。ウッドランチャーでタウンまでの道を作っていく。あ、ロイヤルチャンピオンにダメージ入って強い。いいね。いいカット。広げすぎるとこれあれだからな。マルチの部屋入って右膨らんじゃうからな。こういう中心区画へのこのウッドランチャーってそういうところ怖いから、うわーフリーズ。さあタウンまでの道はできました。さあドラゴンライダーがここから登場して、3時から一気に、そうだね、3時が切らないとクイーンワンチャン右膨らむ可能性もあるので、さあただこれはしっかり入りそうですかね。左サイドはインビジブルを隠して延命、延命とか誘導。さあ安井に引っ張られるとタウンホールが打てなくなってしまうので、しっかりインビジブルで誘導と、もともと決めてるようなインビジブルかもしれないですね。最近結構中心あれだよね、バタングのランスロッタとかもこの前やったし、ガクもこの前一回やってたけど、中心部でのインビジブルをプランニングに入れて、それによって誘導するみたいなこともね出てきましたよね。さかしっかりテスラにはバルーンとガーゴイルで対応を降り切ることができましたね。さあこれは余裕の展開だ。ドラゴンライダー貫いていって、クロークも残って前回ガーサスと余裕ですね。フリーズ守って強い。さあ
独特なとこにドヤフリーズかまして、前回ガーサス。さあゲームオン。同じくスーパーボラ突撃艦型ですね。さあ12時から来ました。放電までつけて、これワンチャンオールでタウンホール起動しないかな。オールの反射ダメージでチェインダメージで起動してほしいんですけど、エアスイーパー2機があるのでこれ全然オールが攻撃できてない。オールが一発も打ててないですね。さあペッカ、おーアイゴレペッカスーパーボーラーを登場させていって、入るのかきっちり。さあ突撃艦をダウンホールで入りません。スーパーボーラー一体も入らず、危険な入りでしたねやはり。さあシングル IT がものすごい太さになっていって、これはフリーズをかけないとやばいことになってるぞ。シングルがやばい、ものすごい勢いで。あとなんならこれ多分残ったし。あーさあフリーズまでかけていきますが、これは地獄だ。済んだと言っても過言ではないですね。さあものすごい勢いでユニット溶けてロイヤルチャンピオンまでタウンホールに出動させていきます。さあタウンホールは落とせましたが、パーセントがすごいことになってますね。これは辛い。さあ落とすはずみのね、突撃艦まで使ってレイジまで使ってタウンホール落とせないっていうのはね、かなり辛い展開でしたね。さあラストだけの勝負平丸。9時スタートでイーグル砲に突撃艦投げつつ援軍を釣るような突撃ですね。さあ行ってらっしゃいと。さあきっちり援軍も釣りつつストライカーから先に処理。うん、レイジいるかな、いらないかなと思ってたけどいらなかったね。さあイエティが暴走していってかなり伸びてきました。ちょっと伸びすぎたせいで全然帰ってこないからラバ処理が早く来てって思ってたんで全然来ない。さあここでラバハウンド当たっていきます。さあその隙にキングを投石クイーンの部屋へ誘導していきます。さあラバハウンド処理していきつつ、フリーズ少し早めにね、キングの HP も落ち始めていたのでここでフィストを使って一気に投石クイーンを処理していきつつ、ウォールブレーカー穴開け。さあここでバルーンに先行していただきつつホーミ、シングルタゲ取ってバルーン奥まで伸ばしてホーミング解除なかったので問題なし。ウォールブレーカー真ん中へと。さあ綺麗に誘導ができました。さああとはタウンホールを拾うだけですね。さあラストレイジかな、いやまだもう一枚あるよ。さあレイジはタウンホール用と。さあラバールパートスタートしていって3時から囲うように進めて、シングル IT が起こり始めるのでここでフリーズと。さあタウンホール起動したのでここでフリーズ。クロスボウはねクイーンの方でターゲット取れてたのでこれは打たず、ここでオーデンが謎のフリーズをかまします。ウォーデンなんで固まったの、なんで前に出ないウォーデン、しかもバルーンがアホほどそれていく。一瞬ウォーデンが止まったのでレイジトームがかけれず、さあこれクイーンクロコレ打てなかったかな、もしかしてかぶったっぽいんだよな。さあロイヤルチャンピオンこちらサイドプラン通り展開してしまったのでターンホールが落とせません。さあ地獄の展開、ウォーデンのフリーズがきつすぎた。全然前でなかった。俺クロック打ってないよな多分。俺打ったのかな、シングルの時に打ったのかな2回目で。
なるほど。超久々に星1やってきますね。まあ、ただね、パーセントでも勝ててるので、星1でも勝ちっていうのは一応頭にはあったので。しんどいですね、これ。されちゃうと。さあ、ラストアタック。そら、オーデン結構あるあるだよね。まあ、リックだけじゃないけど。リックもあるけど、たまに。オーデンが考える時間が一瞬パッて開いて、その隙にね、先行しちゃって、トーミがかけられなかったですね。ヒーラー4体のスーパーボーラーに、イエティ3体。結構、こういうオーデンの止まるやつが一番、オーデンとイーグルの AI ってちょっと怪しいもんね。その辺もちょっと発揮してほしいね。さあ12時区画はなんかめちゃめちゃ罠引っかかってますね。イエティ使い2体のイエティ使ってんだもん。2体のイエティとウィザード使ってなんとかようやく突破しますね。このクランはあれだね、スーパードラゴンにとツイズ混ぜるか、スーパーボーラーにフレームシューター混ぜるかの2択でしたね。レジェンドっぽいアタックをそのままやってきたような感じですかね。さあ、オデヒーとフレームシューターで両サイドカットしていって、中心をスーパーボーラーっていうイメージかな。ははベビードラゴンがホーミングで一瞬で溶けてったけど。そこってあんまり、おー、レイジまでかけてかなり見ますね。おでん像まで見てんの、ね、あー、タイプ寄らないの。さあ、アイゴレからのイエティスーパーボラ、アイゴレが飛んでいく。すごい罠に引っかかってる。さあ、クリームシューターが大砲を切ればなんとか戻りそうですが、中心とりあえずジャンプ打っていきます。さあ、スーパーボーラー、レイジキング、ここで入ってくれるか。さあ、少しユニットチリチリになりつつ、ドームのここで打つしかないですね。さあ、ドームかけていって援軍にクイーンが捕まり、このスピーターンホールはスーパーボーラが追っていきますが、中心に入ったスーパーボーラが1体のみと、12時が遊んでるボーラーもいますね。さあ、下からスケルトンロイちゃん展開していきますが、マルチインフルノもかかってるのでスケルトンが溶けるのが早いと。中心クイーン、レイジクローク、なかなか伸びず、今回も重めのクロスがタウン裏に残ってるので、最初のスーパーボーラーのミスと同じような展開ですね。タウンホールを越えたところのね、クロス群が乗り越えられないというような状況が続いておりますが、ロイちゃん回ってきたが、キングが、ナイスキング。さあ、ユニコーンはキング倒してくれて、回りましたがキングが倒せないと。イエティボーラーも回ってきましたが、前回までは届かなそうですね。時間もちょっと足りない。カットと上のフレームシューターがうまくやって、うまいこと綺麗に入ったらいけたのかもしれないですけど、惜しい。そうなんだ。いけたのかな。はい、というわけで対戦終わって13対12と、ちょっと久々に星1やっちゃいましたね。クイヒールート自体はね、綺麗にやりたいことできてあれなんで、ちょっとしんどいな。オーデンがな、ほんとラバルパートのトームだけだったんですけど、一番大事なトームのところでいなかったね。ちょっとそうだな。結構迷ったとこなんだけど、トツイエティのレイジの部分をフリーズに変えるかどうか悩んだんですけど、フリーズに変えてタウンホール固めるとかもね、選択肢としてはありでしたね。まあ、この辺を。ヘイストもタウンホールに絶対レイジ残す予定だったんで、ヘイストもフリーズに回していいかなとかいろいろ考えたんですけど、前ヘイストを変えてミスった経験があったんでね、時間切りになった経験があったんで、ヘイストを外すとそのままやったんですけど、今回の時やっぱフリーズだったかなというところでね、まあ、やっぱり配置に合わせて呪文も使い分けれればいいかなっていうところで、ちょっとうまくいかなかったですね。はい。というわけで今日はこんな感じで終わると思います。チャンネル登録よろしくお願いします。